今回は芝野名人と上野女流棋聖の対局を解説したいと思います。では初手から見ていきたいと思います。黒番が芝野名人、白番が上野女流棋聖ですね。この2人が対局するとですね、どちらかのですね、大石が取られてしまう、すごい乱戦になるので、非常に楽しみな一局ですね。で、白すぐに三々に入っていきましたね。まあ、ネット後の早碁の対局なので、まあ、いろんな布石を試しているのかなと思いますね。で、この手が珍しかったですね。こちらに黒が、まあ、引きというのか伸びというのか守った手が珍しくて、まあ、カケツギとかが、まあ、こういうカケツギとかが部分的には普通なんですけど、引きが珍しかったですね。まあ、ちょっと絶芸に聞いてみますか。そうですね、カケツギの方が部分的には普通で、で白羽根出しを打って羽根継ぎで、ここの、まあ、こちらに桂馬ぐらいに打って、この白のこの動き出しを見るみたいな展開が普通だとは思うんですけど、まああえていろんな手を打ってるということですね。こちらに切られる手が結構心配なんですけど、まあ、黒がどういう手を用意してるかというところですね。で、芝野名人はこの賭けをね、用意してましたね。これで黒が戦えるというのが芝野名人の研究ですね。まあ、白ここで、まあ、飛びとか打てば安全ですけど、先に黒からね、羽根継ぎが先手で打たれちゃうので、これが結構ね、根拠の要点で、羽根継ぎ先手で打たれるのが白としても嫌なんですよね。こういうふうに打てば安全ではあるんですが。なので、この羽根継ぎは、大きいところですね。打ちたいところです、白としても。で、この掛けから羽根が結構厳しくて、ちょっと白も苦しい戦いのようですね、この戦いが。黒もこれで頑張れるという研究でしたね。で、黒抱えて。で、これが手筋ですね。まあ、狭間が空いてるんですけど、まあ、白、何も決めずにこちらに飛んだ手がかっこいい手で、まあ、ここら辺が効いてるので打たないですけど、ここら辺が黒に対して効いてるので、まあ、ここが効いてる形と見ると、まあ、ここまで白いけるということが分かりますよね。まあ、黒が手抜くのはこれでこの2子がシチョウで取れてますので、ちょうど、まあ、ここまで来ると分かるかなと思うんですけど、ちょうど取れてるんですね。まあ、なのでここら辺が効いてるので、ここまで打てるということですね。で、この手冷静でしたね。黒冷静な一手でした。で、付け引きで。これ先手を取った打ち方が非常に足早な打ち方で、これは黒が部分的にポイントを取ったようですね。両方先手で。先手取ったっていうのが大きくて。ただ、これがちょっと個人的にはまあ、このかかりがちょっと違和感を感じたんですけど、まあ、僕が結構古い考え方の人間なのであれなのかもしれないんですけど、かかりの方向が逆だったんじゃないかなと個人的には思いましたね。こっちからだったんじゃないかと。まあ、どうしてかっていうと、この下辺のこの黒石が相当強い石で厚みと見るのが普通なので、まあ、こういうふうに打って、なんか白が受けたらもうどんどん三々に入って厳しく攻めちゃうのがいいのかなと思いましたね。
なんか強い方からかかってるっていう感じがしたので、この下辺のこの黒石とこの左辺のこの黒石だったら、左辺のこっちの方がどちらかというと弱いので、逆なのかなとは思ったんですが。で、白はツケは賛成の一手ですね。もう下辺の黒石が強いので凝り形にしちゃおうということですね。白の理想図としては、黒が受けてくれたら押さえちゃって、まあ、次ぐらいですけどね、まあ、これで桂馬ぐらい打っといて隅をね確定地にしたいところですよね。まあここはさすがにね、力自慢の上野女流棋聖といえども、さすがに戦わないところですね。なので黒は注文外しに行きました。がここは上野女流棋聖冷静でしたね。下から切ってつないで、この石はもう捨て石にしちゃって、まあ、こちらに打った手が冷静な一手で非常にいい手でしたね。これで隅を確定地にして、まあ、これはね取られてももう下辺がもう黒強い石ですので、この場合は捨てて十分ということですね。で、ここまではね、白を左下の分かれは白がうまく分かれたかなと思ったんですけど、やはりね、このかかりの方向がちょっと僕的には疑問に感じましたね。こちらからかかったんですけど、でこれもですね、この白石は厚みなので強い石と見るので、まあ、かかり打つならこっちかなと思いましたね、個人的な感想ですが。で、黒受けたらまた三々入って厳しく攻めると。まあ、これ厚みなのでね、まあ、そんなに弱い人は見ないと思うんですけど、まあ、これはこの厚みをちょっと心配したのかもしれないですね、こっちからかかったっていうのは。でもかかっちゃうとやっぱ凝り形にされてしまって、コスミツケがいい手でしたね。コスミツケがいい手で、跳ねたんですけど、ちょっと跳ねが頑張りすぎだったかもしれないですね。やっぱこれはやっぱり名人の感覚なんですけど、やっぱ名人ならではの目いっぱいの頑張りなんですけど、まあ、ここは、まあ、一番手堅いのはもうコスミで守っちゃう手が一番手堅い手で、僕ならこう打ちますね。まあ、僕ならこう打ちますし、多分こう打ってるのが正解だと思うんですけど、もうほぼ限りなく100点に近い手なんですけど、これが。まあ、名人は多分こんな手打てないんですよね。まあ、たとえいい手だとしても打てないということで、まあ、これ名人ならではの、まあ、120点の手を目指した頑張りですよね。これ白がもし受けてくれたら、これは黒が利かしてますので、もうちょっと。コスミではなくて、もうちょっと頑張れますので。まあだからこれ名人ならではの頑張りなんですよね、ここら辺は。悪い手じゃないんですけど、受けてくれない、当然ながらもう相手がね、上野女流棋聖なので受けてくれないので、ちょっと変化の余地を与えるので難しくなっちゃうんですよね、この後の変化が。で、白は反発しましたね。これお互いに反発して、急にわけのわからない戦いになりましたね。まあ、これもうお互い気合で打ってるので、お互い、まあ、不満ないという判断なのかなと思いますね。まあ、白は両方打って、黒は真ん中に顔を出してという進行になりましたね。で、こちらに打った手ですね。こちらに打って勝負手なんですけど、これがちょっと頑張りすぎだったようですね。こちらの両のぞきが、これが決め手になってしまいましたね。やっぱこれ、両のぞきがあるので、なんか一手守りが必要だったのではないかなと。必要でしたね。まあちょっと、絶芸に聞いてみたいと思うんですけど、多分、必要でしたね。守ってる余裕はなかった。まあ、ここまで評価値は互角なんですけど、そうですね、やっぱ
必要でしたね。まあ、これを先手で利かしてから一手必要と言ってますよね。絶ゲーも。まあ。まあちょっとやっぱ桂馬だと薄いんですかね。まあ硬いのはこういうコスミとかだと硬いけど、ちょっとそれこういう手はさすがに硬すぎて打ちにくいので、これだったらもう100%大丈夫ですけどね。ちょっとやっぱ目いっぱい打ちたいとこですよね。でこちらに上辺打ったので、まあ、何が白嫌だったかというと、例えば守っちゃうと、まあ、上辺何か打たれちゃうのが嫌だったのかなと思いますね。例えばこういうふうに覗かれて下がられて、まあこれ身を食われるっていうふうに表現するんですけど、こういうふうに黒に打たれてしまうと、上辺の白地がですねなくなってしまうんですよね。まあ、白はこうやって外に逃げ出さないといけないので、で黒は隅行ってね戻っといて、これ上辺白地になりそうだったところが、まあ、白外側出ていけば、まあ、そんなには攻められないんですけど、まあ、地がねなくなっちゃいますので、まあなんかこういうふうに打てばね、まあ、黒はこの石はなんかまた押さえぐらい打てば大丈夫な形ですから、まあ、こういうふうに打たれちゃうと白地がねなくなっちゃうんですよね。真ん中は連絡して強い石になるけど、地が全然ないという状況になっちゃうので、まあ、地で頑張った勝負手でしたね。でここまでね評価値は互角だったんですけど、ここでちょっとバランスが崩れたのかなと、形勢が動いてしまったのかなと思います。この両のぞきが厳しくてね、これでこっち切られてね、両方をちょっとしのぐ手がなさそうなんですよね。で白は曲がりを打って、これがね最後の勝負手でしたね。まあ意味としては、まあ黒が受け方間違えたら大事件なんですけど、まあ、例えば黒が挟みつけに対して下がりとか打つと、下がりとか打って、まあ、ぶつかりに対して追いだら、ちょっとこれは事件なんですよね。割り込む手がありまして、で黒が切った時に、これ当たりから当てる手がうまい手順で、これ黒継ぐしかないと。で、当てを一回打たれて、跳ねられて。で、これは黒取るしかないですね。西取るしかないと。で、当ても打たれて、取るしかなくて。で、まあ、こちらに当てを打たれて。で、これ攻め合いになってしまうんですよね。で、攻め合いになってしまうと、これも黒が勝ってるとは言い切れないですから、これ白のこの石と、この黒の石との攻め合いですからね。これは黒もこの攻め合いになってしまっては心配ですよね。なのでこれ油断ならないさすがの一手でしたね。ただここで名人の返し技も素晴らしい一手で、この手がとてもいい手でしたね。で白ぶつかって渡って、でこちらに打って、でこれで攻め合いになったんですね。これだと黒の手数がめちゃくちゃ長いので、まあこれも白のこの石との攻め合いなんですけど、先ほどと黒の手数が全然違いますので、黒はこの形の方がいいんですね。外ダメがね、めっちゃ空いてるので、これは黒が勝ってそうですね、攻め合いは。で、白は出切っていったんですけど、まあこの後は手順だけ紹介するんですけど、外側の黒は大丈夫ですね。こちらに打って。まあ、この黒石は捕まらないですね。で、逆にこちらに打たれてしまって、まあ、この白石の方が危ないので、この白石も危ないですし、まあ、こっちの白石も危ないので、
まあ、こちらに黒が出たところで白が投了して黒中押し勝ちとなりました。まあ、状況を説明すると、まあ、黒がここら辺の白石を全部取ったということですね。まあ、こんなような状況になってます。まあ、こちらの白石を黒は取れて、まあ、こっちも大体取れてて、でこの白石も取れてるので、まあ投了も仕方なしということですね。でまあ隅とかもね、なんかこういう2の2に飛び込めば隅の黒も心配ないように見えるかもしれないんですけど、まあ、これは出て、まあ、グズミぐらい打っとけばね、この黒は死ぬことはないんで、なんか白が次とかで頑張っても、まあ、これで隅の黒をね取りに行こうとしても、この手がありますね。こちらに黒から逃げる手がありまして、まあ、これ当たりなので白継がないといけないので、まあ、こちらにね黒に抑えられると、逆にこの白石の方が危ないですので、隅の黒はしのげてるんですね。大丈夫な石なんですね。まあ、というわけでね、まあこれで黒が上野女流棋聖の大石をね見事取り切って勝ちとなりました。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。